バリオ LF プラスは、チェコの企業グループである、アライアンス TW が製造する部分低唱式、路面電車車両。従来の車両から台車を改良し、床上高さを抑えた形式である。この項目では、両方向形のバリオ LF プラス O についても解説する。アライアンス TW が展開している、超低床電車のバリオ LF をもとに開発された、形式。 中央部が床上高さ 350mm になっているカッター運転台の車体やプラグドアを用いた乗降扉など基本的な構造はバリオ LF と同様だが台車に枕張りに改良を加えた新設計のコンフォートプラスを用いることで台車上部の高床部分の床上高さが 650mm に抑えられており その箇所に設置された乗降扉付近のステップは一段のみに減少している。制御装置をはじめとする電気機器はシュコダ電機が製造した一方、主電動機の単線 3C、R はアライアンス TW の一員であるプラゴイメックスで開発されたものである。これらの機器はマイクロプロセッサによる分散制御によって管理及び自動診断されている。 オロモーツ公共交通会社が運営するチェコオロモーツの路面電車であるオロモーツ市電には中端にループ線が存在しない系統が存在する。この線形に合わせる形で設計が実施されたのがバリオ LF プラス O である。電気機器や主要な車体構造はバリオ LF プラスと同一だが線形に対応するため車体右側の3カ所に加えて 左側にも2箇所乗降扉が増設されている。背中合わせに連結した2両編成での運用を前提としているが、変運転台車両として1両での運用も可能である。2020年現在、バリオ LF プラスの導入が実施されている都市は以下の通りである。ありがとうございます。